Chandler! はい、こんにちは。日本のギタリスト、小林慎一です。今までにゲーム音楽、ギターの教祖本を作ったり、アーティストのプロデュースをやったりしてきております。今は中国で音楽教育にも携わらせていただいております。今回は 2.5 メタリファイドのメンバーが作ってきたデモを紹介するように、私のアレンジ作業をお見せしようと思っています。作業内容の順番は、まずメンバーが作ってきた音源の題材にですね、ドラム、ベース、ピアノ、こういう音源をですね、より良い音源に差し替えて、その作業。次に実際に、そのドラムやベースのフレーズを打ち込み直していく作業。次にギターの僕のレコーディングですね。最後にミックス作業という順番にお見せしていこうと思っております。それでは早速作業スタート。それではですね、まずは、一番最初のデモの状態を聞いてみたいと思います。 GO!はい、聞いてもらいました。まずはこれからね、ドラムの音音源を変えてみましょう。はい、自分はこのアディクティブドラムス2を使ってます。ちょっとドラムの音をなんかもうちょいメタルサウンドで探してみましょう。メタルジャンルですね、これですねドライメタル、いやシュレッダー、ルームドライ、オーケー、ルームオーバードライブ、これにしよう。出て。トリリアン。Yes。これですね。いつもこれなんですけど。そうっすね。いつものがいいね。結局。さて、イントロなんですけど、もうこういう打ち込みなね、チープサウンド、こういう時はですね、もうスタイラスですよ。こういう時はジャジャーン、イエーイ、スタイラス、ドーン。もうこういう時はこいつです、間違いない。探すしかないですねこれは探すの大変どういう感じでいくか、これだと音源ができないかな、これもいいね。こっちょっとYMO みたいな、ライディーンみたいな、これいい、これいい、
これにしよう。このピアノがピアノじゃん、ペンペンペン、これダサいよね。これなんかもっとシンセっぽくていいような気がするな。買いたいね、頭ね。どっちがいいかな。オッケー、これでいい。フレーズ入れよう。フィル。できました。内髪完成、ドラム、ベース、イントロのこう SE シンセ全部できましたね。これでギター入れましょう。はい、それではですね、ギターのバッキングを取りましょう。
遊びます。よし、ダブルだぜ。はい、リードのリフを取っていきましょう。今度は6弦で6ストリング。見ていただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。冒頭の雰囲気あるフレーズにですね、オムニスフィアでの音選び、最高に楽しいですよね。はい、そういう感じで、最後に完成音源をお聴きください。どうぞ。